リア、はい、今からちょっと私とシェリー外出ちゃうからちょっと2人でお留守番してて。お留守番、お留守番わかりました。でこれカメラ回しておいてくね。わかりました。置いてかれた。挨拶しておきますか。はい、じゃあマリアです。メイです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。今日の企画はよくわからないんですけど、置いてかれましたという企画です。そうです。じゃあなんかちょっと質問していいですか。何も面白くない。あの好きなやつ人とかいないくせに恋愛の話すごい好きなんですけど、はい、いいですか。どうぞ。ありがとう。好きな人いないんですよね。はい。本当。はい。じゃなくて一人ですか。え、秘密です。つまんな。好きな人いますか。思いますか。はい。いません。髪短い人っしょ。何やつかタイプ。髪短い人でしょ。はい、短髪が好きです。短髪です。ちょっと編集でいい感じに入れてください。メイのタイプはあのサラサラヘアです。サラサラです。うちらのタイプに当てはまる人いたらインスタの DM 来てください。お願いします。できれば3歳まで年上。3歳まで。何歳までいける。でもできれば同世代がいいです。それな。同い年憧れるよね。でも一個上もいい。普段男子と話したりする。はい。何話す。隣の席の男子と、うん、なんか話してます。いいな。めね、学校で男子と話したことないってくらい話してる。挨拶もしない。あの空気、あの話さん。あの無言で怖いって言われてた。今ここではこれなんですけど、学校ではあの小学生までの話なんですけど、小学生の頃はあの無言とか無口って言われてました。でもこれだからもう辛いんだよ。え、告白されたことある。ないで。よかった、仲間じゃん。悔しいね。うちら14年も生きてんのにね。落ち着いてよ。悔しいね。なんかさ、メイの周りのさ、友達さ、なんかみんなモテててさ、告白された回数で勝負挑んだの、ゼロのくせに。ボロ負け。辛かった。だってさ、モテそうって言ってくれた人がいたのにさ、なんでモテないんだろうって思ったら、親父っぽいからって言われたし。親父っぽい？いいよ、正直に言って。あの思春期男子っぽいって言われる。なんかノリが。どうしようの顔でしょう。いや、けど親父っぽくはない。親父っぽくはない。本当？本当です。怒んないよ。あの怒っちゃいは本当に別にしないけど。おじさんっぽくはないですよ。でも思春期男子っぽさはあるんだ。否定はしない。目も否定はしません。これは見てる。あの言った人。名前出そうかな。P 入れてください。言っていいですか。P 入れてください。絶対入れてくださいね。2人います。その思春期男子のりがね、面白いから好きだよって言ってくれたんだけど、嬉しくないんだよね。見てるか。ねえ。なんて言われる性格で、さっき言った隣の席の男子に、うるさいから喋るなって言いました。どこまでよ。名前言っていいよ。ピン入れてもらおう。もう名前連呼してやろう。
盛り上がって汗かいたし、とりあえず記念に写真撮ろう。どうなっちゃった。撮っちゃった。その外。はい、ピース。変なの。ただいまおかえりなさい。おかえりなさい。ごめんなさい、寒がしくて。なんか疲れてない？大丈夫？2キロくらい痩せたと思うんですよ ね、 ね、汗かいたし、いろんな運動してんの。結構、うん、運動して汗流しちゃってた。自分だけ漏れてるんじゃん。見せれるやつ？ちょっと映せる？ちょっと、一瞬、一瞬私の将来がこれは仕事が来るか来ないかがかかってる一枚に。ダメだ、それはマリアの、マリアの携帯に秘めとこう。流出とかさせない。待ち受け見せる。最悪。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。バイバーイ。ごめんなさい。